皆さんこんばんは。今回はこの、ウィッチャー3をやってみます。発売から、結構経ったゲームなんですけどね。私は2はクリアしたんですよ。その2がバグだらけだったので、それで今まで敬遠してたんですけど、買ってみたら、3はだいぶ良くなってたので、それでこうして、動画を上げてるわけです。それでは早速やってみましょうか。この地に集いし、怯え、飢えに苦しむ民衆たちよ、赤子を抱きしかと聞け。ニルフガード帝国の皇帝エムヒルは、我らの地に攻め入り、青色山脈までの全ての砦を攻め落とした。まこと凶暴で強欲なる侵略だ。北方の民よ、そなたらは危機に瀕しておる。王がダメなら次は神にすがるというのか。ならばなぜ懇願せぬ、なぜ土がつくほどに頭を下げぬのだ。神はなぜ我々を見捨てたと嘆くだけなのか。今こそ過去の過ちを見つめ直すのだ。遥か昔、我々の世界と異世界が混じり合う大変動、すなわち天体の豪が起きた。神は邪悪なる存在の侵入を許したのだ。そして大変動は邪悪な力をも生み出した。すなわち魔法だ。我々はその汚れた力を禁じるどころか、権力と欲望のために利用したのだ。そして天体の豪によって怪物どもが現れた時、我々は一体何をした。トロール、屍ぐらい、そして人狼、我々は立ち向かおうとせず、その豪を忌まわしき者どもに背負わせたのだ。そう、ウィッチャー。幼くして汚れた魔術を教え込まれ、冒涜的な儀式により肉体を変異させた者たちに、奴らは善悪の区別なく怪物を狩り続け、わずかにあったはずの人間らしさすらとうに失っている。そうだ、その数は年々減り続けてはいるが、残ったものは未だに我々の地で血を求めさまよい続けている。その存在自体が我々の恥なのだ。戦争により北方は血を流している。戦いは神の無知、我々の罪への罰だ。そしてあの異世界から訪れる恐ろしき災厄を忘れてはならぬ、満月の夜ごとに空を駆けるワイルドハント、人の子を連れ去る闇の者とも、次なる天体の号の前触れという噂すらある。我らが再び光へと向かう道は、どうやって魔術師どもを追い出す力を持つ永遠の炎のぬくもりのもとに集おうではないか。剣と斧の時は近い。我々自らが戦うのだ。狂乱と蔑視の時はすぐそこに迫っている。難易度は上から2つ目にしますね。完全に初見なので、最高難易度だと、積む可能性があるのと、ハードコアからは、瞑想で HP が回復しないので、まあ、ちょうどいいかなぁと。やってみたら、これでも簡単な方でしたけどね。2もそうでしたが、このゲームは難易度は、そんなに高くないです。
ですね、多分ほとんどの方は、何の話かわからんと思うんですが、これは、一作目からやっても、よくわからないと思います。この人が主人公の、ゲラルトさんね。ウィッチャーシリーズは、ポーランドの小説、魔法剣士ゲラルトが原作で、ゲーム化されてる部分が、小説の一部のようなんですよ。原作小説も、翻訳されてるのは、一巻だけのようなので、まあ小説を途中の巻から読んでる、前提で見てください。こんなのじゃ喜ばないぞ。喜ばそうとしたわけじゃない、急がせようと思ったの。シリの訓練の相手をするんでしょ。ベセミルの銅版画を見せられてシリが退屈で死んじゃいそうよ。じゃあまた後でな。ええ、またね。まあ、ヒロイックファンタジーというジャンルですね。昔からある、人気のジャンルです。エルリックサーガとか、グインサーガとかね。最近はダークファンタジーなんて言ってるようですが、私はその呼び名は、あんまりしっくりこないですね。これはウィッチャーの感覚といって、まあ要するに、スキャンモードです。アイテムなどがハイライト表示される機能なんですが、魚眼レンズ効果がちょっと用ので、後で切っておきますね。白と黒以外の服は持ってないのか。そうね、下着ならあるけど。年寄りウィッチャーはまだ寝てるか。シリがまたどこかへ行ったな。理論より実践が好きなようだな。ん？なんだ。起きてくれ先生。自分の講義が退屈すぎて眠ってしまったのか。いや、グールとアルグールを打ちさせていたんだが、ちょっと目を休めたくなってな。あの分厚い本をか。逃げ出したのも無理はない。ブルッゲのジョンは文才こそないが内容は信頼できる。最近のくだらん本とは大違いだ。振り子とと組み合ってるのか。何度言えばわかるんだ。訓練は一人でするな。間違いが癖になると言ってるのに。あの子を下の中庭に連れてこい。訓練が好きならお望み通りやってやろう。怒らないでやってくれ。どうしてだ。
あの跳ねっ返りは少しも言うことを聞かない。そこが気に入ってるんだろう。確かにわしも少しは悪かった。だがそれもここまでだ。怪物退治は軽い気持ちでやれる仕事じゃない。シリが我々の仲間になるならそれを学んでもらう。下で待ってるぞ。ダメだ。確かに練習不足だな。打ち込め。サーカスじゃないんだぞ。違う、足を使え。もういい、降りてくれ。宙返りで。当然だ。さあ、目隠しを取れ。まだ修行が足りないな。反応が遅すぎる。ウィッチャーの基準ならね。今のお前はドラウナーやストリガにも負ける。変異したところで大差はない。ストリガよりベセミルのことを心配した方がいい。彼の教えに背くのは愚かなことだぞ。わかるけど、あの本死ぬほど退屈なんだもん。そうだな。でもそれが言い訳にならないのもわかるだろう。ごめんなさい、もう二度としない。その方がいい。次やったらボール一杯のナメクジにたっぷりと塩をかけて食わせるとベセミルが言ってたぞ。嫌ならいい子にするんだな。行くぞ。下でみんなと一緒に訓練するんだ。壁を走ったりする？もちろん。ここはウィッチャーの修行場だぞ。エルフの浴場じゃない。チュートリアルはカットしますね。落ちるんじゃないぞ。さて、何か言うことはあるか。ごめんなさい、ベセミルおじさん。若者が体を動かしたがるのは仕方ない。だが怪物と戦うなら銀の剣と同じぐらい知識は重要な武器となる。最低でもグールとアルグールの区別ぐらいは。ゼリカニアに生息するヒョウに似た斑紋によって判別する。また僧帽の病的な白さによっても区別できる。ちゃんと勉強してたのか。だがな、それでもきちんと。ベセミルおじさん眠ってたじゃない。本は読み終わってたのか。なぜそれを言わなかった。有利な武器を手にしてすぐに使うは愚かなり。それが最大の効果を発揮する時を待つべし。ベセミルおじさんの言葉でしょ。まったく物覚えがいい子だ。いたずら癖がたまに傷だがな。よし、おしゃべりは終わりだ。ゲラルトはわしと、ランバートはエスケルト、シリは人形とだ。また文句を言うな。剣を取れ。どうする、基本の復習からやるか、それとも自由にやらせてみるか。基本からやろう。経験を積んだ達人でさえ基礎を大事にする。初心者の尻ならなおさらだ。戦闘のチュートリアルだけ解説入れますね。購入を検討してる方もいるかもだしね。今文章読んでるとこですが、基本的なとこは通と一緒ですね。ウィッチャーはいつも剣を2本背負ってるんですが、鋼の剣は人間や動物用
銀の剣か、魔物ようです。自動で抜刀する設定もあるので、よくわからない人は、自動にするといいでしょう。素早く切り込め、1、2、3。このゲームには、スタミナという概念はありません。攻撃も回避も非公開。難易度が低い理由の一つですね。骨まで響くくらい打ち込め。攻撃の時に足が固まってるぞ。来いよ。合わせ。足だ、シリ。足を使え。忘れるな。これはステップ回避。ブラボのように無敵時間はなさそうなんですが、スタミナないので出しまくれる上、ステップ中に攻撃が可能です。こっちはローリングね。これは2にもあった回避なんですが、より取れる分攻撃に転じにくいです。今だ受け流せ。チル、ゲラントが剣を持つとき、そんなへっぴり腰か。これはガード。2はガードからのカウンター無双だったんですが、3ではだいぶ弱体化してますね。カウンターの出し方が大きく変わりました。攻撃が当たる寸前にガードでカウンター。これだとジェストガード入力ですね。2ではガード中にボタンが表示されたら攻撃ボタンでカウンターだったので、ガードガン待ちカウンター狙いでほとんどの敵に勝てたんですよ。さあお嬢さん、今日の訓練を終える前にウィッチャーの陰謀をおさらいだ。まずはクエンか。これがウィッチャーの魔法です。この5種類だけ増えたりはしません。これの効果を暗記するのが難儀するんですよね。シリ、クエンはウィッチャーの盾とも呼ばれている。よく見てなぜそう呼ばれているかを学ぶのだ。これね、今使ってて私もよくわかってないんですが、なんか雷エフェクトが体にかかってますよね。これは要するにバリアです。体力の一定割合分のバリアを張ると考えて OK。 単純に加算 HP を用意するような性能なのでかなり強力です。老いぼれには答えろ。ビリ、クエンはウィッチャーの盾。ゲラルト、イブニだ。火花を飛ばせ。これはさらに単純。メラです。見たか。もしクエンの因がなければ、わしは今頃燃え。火による直接ダメージも結構高いんですが、さらに炎上する可能性もあります。これは面倒派。チェリー、わかったか。ハードはどんな相手でもバランスを失わせ。スカイリムの揺るぎなき力みたいなもので、デッドスペースのボースガンに近いですね。これはだいぶ効果が変わりました。3では敵の動きを止める魔法ですが、以前は敵を魅了して味方にするでした。まあ強かったしね。さあヤーデンだ、ゲラルト見せてやれ。これは敵の動きを止める罠を仕掛ける魔法です。ヤーデンは動きを封じることができる。爆薬を投げろ。シリ、心配ない。クエンが身を守ってくれる。爆弾などのアイテムも使えます。びっくりしたのが、クロスボウの矢が無限になってたことですね。あとは自由に訓練を続けろ。何すんのよ、このおっちゃん。相変わらずバグは多いみたいですね。やった！おお、実にいい剣さばきだぞ。シリ、降りてくるんだ。まるで小悪魔だな。戻ったらケイアモルヘン銃の剣を磨かせるとしようか。兜はあったか。
シェリー。まったく、一本残らず剣を集めてきてやるからな。大丈夫か？ああ、悪い夢を見た。どんなだ？長い話になる。夜明けにはまだ早い。時間はあるぞ。最初はケイアモルヘンの寝室だ。浴槽にゆったり使って、そばにはトリスか？イエネファーだ。変だろう。彼女があそこに来たことはないんだ。でも自然だった。いつもみたいに叱られてたのか。うん、まあな。まるで現実みたいだな。きっと会えるさ。夢の中でシリを探して稽古をつけてやった。懐かしいな、あのおてんば娘め。もっと身軽で強靭な子を教えたこともあるが、あの子を一番よく覚えた。それで夢の中で何かあったのか？ああ、ワイルドハントが現れてシリを襲った。俺は切り株みたいにその場を動けなかった。ただの悪い夢だ。いや、ただの夢じゃないんだ。過去にシリが夢に出てきた時、必ず現実でも危険な目に遭ってたんだ。勇気な相手でも身を守れるよう訓練を積んでいる。もうすぐ夜が明ける。出発しよう。待て、イエネファーからの手紙を見せろ。何か手がかりを見落としてるかもしれん。見落とすも何も、ウィロービーで会いたいと書かれてるだけだ。だがその村はどこかの軍隊に焼き払われた。だから彼女の足跡を追ってたな。ごちゃごちゃ言ってないで手紙を見せろ。おやおや、手紙までミラとスムリの香りがするぞ。香りなんかより文字を読むんだ。会いたい、急いで。ビジマの近くのウィロービーで。それだけだな。この追伸のあのユニコーンまだ持ってるわとは。ユニコーンの剥製だ。前に二人で、まあそういうことだ。まったく、最近の若い連中と来たら。それで、あとどれぐらいでイエネファーに追いつける？2、3日だな。足跡はまだ新しい。だが街道に向かっているようだ。そうなれば追うのが難しくなるぞ。待て、聞こえたか？ああ、聞こえるし、匂うぞ。グールだ。初戦闘です。
相手はグールという式、アンデッドなので、こいつら相手には、銀の剣を使う必要があります。しまった！スタミナないので、攻撃自体は障害なんですが、敵を死に無視して攻撃したりするので、ぐんぐんやってると、反撃受けます。ソウルシリーズに比べると、だいぶ大雑把な印象ですねー。これは初戦闘なので、結構食らってますが、本屋ただし有利ですね。ステップしまくって背後取って攻撃、がいいです。どうした？ほい！あと、ノーモーションで食事が取れる、とんでも能力を持ってるので、回復は食事でするゲームです。スカイリムみたいに、食事が死に要素ではないのはいいね。急に、食事の自然回復効果が、20分続く、なんて強スキルがあって、それ取ると、2レベルでもう、死ぬ気がしなくなります。軍隊が通った後は死体目当ての指揮が来る。奴らの数が増える前に行くか。この化け物がどれほど役立つ生き物か、力説し続けてた魔術師の話はしたかな。血液から霊薬を調合できるからか。いや、死体を食うから伝染病が流行らないそうだ。生きた人間も食うことを知らなかったのか。知った時にはうろたえていた。持論が崩壊するからな。戦局は我々側に厳しいようだな。我々側？北方諸国側だ。ラドビッド王国のことか。今やテメリアもエイダーも滅んだ。ラドビッドは勝利した暁には国境線を戻すと約束している。信じてるのか？人は何かを信じないと前に進めんもんだよ。オープニングでもやってましたが、この地域は侵略戦争を受けてます。この辺は敗戦国の非占領地域なので、こんな会話をしてるんです。行ってみるか。助けて、助けてくれ。ちゃんと持っていくらしい。あれはグリフォンです。それなりにメジャーなモンスターなので、知ってる人もいるかな。行ったか。ああ、出てこい。あんたらのおかげだ。馬と一緒に死んじまうところだったよ。運が良ければな。馬は即死のようだが、グリフィンは獲物をなぶり殺す。生きたまま肉を食われるんだ。ああ、お礼をしなきゃいけないよな。別にいいよ、払いたくなさそうだし。礼はいらん。助けたかったから助けただけだ。ウィッチャーは冷たいとか、報酬なしでは動かないとか聞いたんだがな。腐った麦わらから生まれるネズミと同じ迷信さ。足跡はどうだ？言った通りだ。街道に続いていて、そこで分からなくなってる。誰か探してるのか？ああ、中くらいの背丈の長い黒髪の女性だ。見かけてないか？いや、でも
この辺で宿屋といったらホワイトオーチャードにしかないんだ。旅人がよく訪れるから何かわかるかもしれない。ちなみに宿屋の主人はいとこでね、ブラムの紹介だといえば家族同然にもてなしてくれるよ。いい考えだ。その傷も何とかしないといけないしな。かすり傷だ。まあ貯蔵庫から出したての冷たいライウイスキーがあるなら話は別だが。行こうか。いや、というわけでその宿屋へ行きます。こんな人里近くにグリフィンが出るのか。変だな。わしも同じことを思っていた。森や山の中ならともかく、こんな街道からも近いところに出るとは。戦争のせいかもな。死体だらけで血と焼けた肉の匂いが充満している。怪物がおかしくなっても不思議はない。人間もな。ホワイトオーチャードでは用心しよう。手がかりを見つけたらできるだけ早く出発するぞ。盗みなどを働くと衛兵が許さないってわけです。この辺はスカイリムと一緒ね。よーし。その顔どうしたの。うちのばあちゃんが鍛冶職人に。よーし。行方不明になったから近くで狩りをしていたウィッチャーを捕まえて痛めつけてどいただしたのよ。そうしたら彼が身をよじって暴れ始めたから、バンって頭を叩き落としたそうよ。ええ、そう。ただ、子供を食べた犯人はドラウナーだった。ウィッチャーは何の関係もなかったの。それで、どうしたの。まあ、頭を首に縫い付けて直すわけにもいかないからね。遺体は秘密の部屋に隠したって。おう。いや。おい。もっと早く。何？面倒が起こる前にあれを下ろしな。あの紋章はテメリアの百合だ。紋章を掲げて何が悪いってんだ。ここはもうテメリアじゃねえ、ニルフガードなんだよ、ジジイ。違う、テメリアだ。なんだ、ウィッチャーか。化け物汁で酒がまずくなる。失礼な客がいて悪いね。構わん、慣れとるよ。みんな気が立ってるんだよ。軍隊に踏み荒らされて、今度はグリフィンがうろつき出して。ああ、もうお目にかかったよ。あんたの親戚のブラムに会った。ブラムと元気だった。まあな、彼がよろしくと。ああ、ウィッチャーさん、店のおごりよ。何にする。
女性を探してる。漆黒の髪と紫の瞳、黒と白の服を着てる。ウィロービーから来たはずだ。それから変に聞こえるかもしれないが、リラとスグリの香りがする。そんな人は知らないわね。あったら覚えてるはずだし。そうだな、一度見たら忘れられん。ここにはいろんな土地からたくさんの旅人が来てるから、みんなに聞いてみるといいわ。賑やかな店だな。国全体が騒がしいからね。家族を探したり軍から逃げたり、そういう人たちが一晩の寝床を求めてくるの。戦争のおかげで繁盛してると？今のところはね。でも平和が一番だよ。こんな時代じゃ明日はどうなるかわからない。グリフィン退治の仕事はあるか？今はないの。昔だったらあんな化け物が近くに巣を作ったりしたら、長老が資金を集めたり漁師様へ陳情に行ったりしたんだけどね。今じゃ人を雇うにも先に黒の軍団の許可が必要なのさ。漁師様も処刑されたみたい。だから仕事の募集はないわね。力になれるかと思ったが、ただ働きは無理だな。ありがとう、もう十分だ。包帯を巻こうか？おい、そこまで老いぼれちゃいないぞ。ならイェネファーのことを聞いてくる。とにかく騒ぎを起こすなよ。下手に注目を浴びんようにな。黒の軍団が土地を測量してるそうだ。測量ならいいさ。作物を燃やされるよりマシだ。ドロムル、お前は鶏よりバカだな。なんで地面に線を引いてるかわかるか？俺たちの土地を奴らで分けるためだぞ。それではちょっと聞き込みをしてみますね。人を探してる。俺たちに構うんじゃねえ。化け物め、その顔見てると酒がまずくなる。この魔法は会話中にも使えるんですよ。自白させたりできます。あんまり使いたくないので最後の手段ですね。話がしたいだけだ。聞こえなかったか？よそ者と話すことはない。寂しくてしょうがないなら豚と一緒に貝羽桶にでも入ってね。いいぞミカ。話すだけ無駄ですね。喧嘩してもしょうがないので、さっさと魔法使いますか。黒と白の服を着た漆黒の髪の女性を見たか？答えろ。先日馬に乗った貴婦人が村を通ったらしい。避けようとしたラドバーが突き飛ばされたそうだ。どっちの方向へ行った？知らない。街道からそれる小道はたくさんあるし、どこへでも行ける。みんな、ミカが化け物に操られてるぞ。おい、黙らないとその舌を引き抜くぞ。時間の無駄だ。お前がルールを理解する前に日がとっぷり暮れてしまう。ちょっといいか？もちろん。アルダート・グリートだ。オクセンフルト学院の助教授で近代史が専門だ。リビアのゲラルト、怪物退治が専門だ。ある女性を探してる。長い髪で黒と白の服を着ている。見かけなかったか？見てないね。庶民と違って戦火の女騎士なんて馬鹿げた噂だと思ってるからな。戦火の女騎士というのは何だ？人々の噂だ。馬に乗った女の幽霊が夜の戦場を駆け抜け、君の言った特徴と似てる。軍隊を引き連れてて見たものは不幸になるらしい。確かに不幸にはなるが、どこに現れたか知らないか？いや、おとぎ話には興味なくてね。
こんな場所に学者がいるとはな。戦場から逃げてきたのか。その逆だ。私は前線を目指してるんだ。死にたいのか。知識が欲しい。そのためなら命もいらない。知識への渇望は誇りまみれの古文書では癒せない。自分の目でニルフガードの進行を見て、全てを年代記に記録したい。完成したら最高の仕事になるだろう。面白い。戦争の記録は必要だ。色とりどりの軍旗や将軍閣下の感動的な演説ではなく、強姦や暴行、兵士たちの蛮行について真実を書くんだな。君には学術的な洗練が足りないようだな。強姦や蛮行は戦争自体には無関係なことだ。小さな装飾品といったところだな。家を失った人々に同じセリフを言ってみるんだな。戦争はノビグラドまで？いや、でも時間の問題だろうな。一方からはニルフガード、反対側からはレダニアが迫ってる。骨を見つけた2匹の犬みたいにな。みなその骨を喉に詰まらせる。その通り。我らはノビグラドの自由を愛し、それを守るために戦う。おお、学者が剣を取るか。剣だけが武器ではない。町の防壁を設計したのは我が学院の設計士たちだ。これまでどんな兵器でも崩せなかったのだぞ。邪魔したな、さらばだ。ちょっと待て、ウィッチャー。君は見込みがある男だ。グエントは知ってるか？知らん。今から覚える時間もない。ルールは簡単だ。いいだろう、一勝負しないか？これはミニゲームのカードゲームです。ボードゲームにもなってるらしいので、それと関係あるのかな。やめとこう、他のことで頭がいっぱいだ。残念だな。地元の連中は10まで数えられない奴らだから、ルールを理解してくれない。まあ気が変わったらここに来てくれ。カードゲームはルールが複雑だから、私はあんまりやる気にならないな。地面になぜかカードが落ちてますね。女性を探してる。みんなそうさ。誰でもいいわけじゃない。特定の女性だ。リラとスグリの香りがして、黒と白の服を着てる。2杯持ってきてくれ。飲むと元気が出るぞ。いいだろう、一杯飲むか。単刀直入に聞く。その女性を見たか？ベンガーバーグのイェネファオか。どうして名前を知ってる？説明が完璧だったからさ。一度聞いたら忘れないたちでね。忘れられないんだ。お前は一体何者なんだ？ただの放浪者さ。ゴウンター・オーディムとでも呼んでくれ。放浪者か。仕事は？昔は鏡を売る商人だった。鏡の帝王とか鏡の達人と呼ばれて、熱狂的な人気を誇ったものだ。なぜエネファを知ってる？聞くまでもない。ダンディリオンの歌で聞いたのさ。一回の商人が偉大な世界に触れるにはそれしかない。もちろん俺のように幸運に恵まれれば別だが。我慢強いウィッチャーと出会えて幸運だな。リビアのゲラルト、ブラビケンの殺し屋本人に会えて幸運さ。俺のこともダンディリオンの歌で聞いたことがあるだろう。乾杯。イェニファーを見たのか？ぶしつけだが聞かせてくれ。これは色恋沙汰か？ああ、その通りだ。思った通りだ。知ってることを教えてくれ。あんたが現れるまで、あれがイェネファーだとは思いもしなかった。想像すらしなかったよ。結論を言え。駐屯地にいるニルフガードの偵察兵が見たらしい。どこでだ？駐屯地でだ。彼女は馬に乗って現れた。
夜の闇の中を黒と白の服で香りはすぐりそのままさ。司令官と簡潔な会話を交わしてすぐ去ったそうだ。どこへ向かった？そこまでは知らない。駐屯地で聞くといい。礼を言う。放浪者同士助け合わなきゃな。いつか俺が困ってたら今度はあんたが助けてくれるかもしれん。消えた。バグじゃないなら割とくせ者なのかも。楽しんだかい？なあ。じゃあ、うせろ。お前みたいなのはお呼びじゃない。仲間を集めてきた方がいいぞ。お前たち三人では到底勝てん。俺一人でぶちのめしてやる。頭から袋をかぶって手を縛られてるなら負けるか。いや、それでも勝てそうだ。ジェット・フレッシュ、手を出せ。この化け物に思い知らせてやる。かかってこい。まだこの時はね、カウンターを狙ってたりするんですよ。カウンター成功時のメリットが少ない上、ガード負荷攻撃が多いので、なんではガードは使わない方がいいですね。おじけづいたか。楽しいひとときを。思ったよりも時間食っちゃいました。次回は聞き込みのためにこの地を占領してるニルフガード軍の駐屯地に行きます。それではご視聴ありがとうございました。またね。一緒に乾杯しないか。今は。